昔から日本人は真面目にふざけてる。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。皆さんは浮世絵といえば何を思い浮かべますか？葛飾北斎の描いた神奈川沖浪浦が脳裏に浮かんだ人も多いのではないでしょうか。そうでなくとも風景を描いた浮世絵をイメージされる方は多いと思います。ですが実は浮世絵にはいろいろなものが題材として使用されています。中にはとてもユニークな魅力を持ったものも存在します。そこで今回はあるイギリス人女性のエピソードを紹介します。彼女は絵画が好きなようで日本の浮世絵もお気に入りの一つです。そんな彼女は日本に来てあるものを題材とした浮世絵と出会い大いに驚いたようです。彼女は一体どんな浮世絵と出会ったのでしょうか。それでは詳しい内容を見てみましょう。イギリス人が江戸時代の絵師たちが描いた動物に驚愕。こんにちは。私の名前はエミリー。出身はイギリスのロンドンよ。今は社会人として働いているわ。自分のことはこれといった特徴のないごく一般的なイギリス人女性だと思っているけれど、一つ挙げるとすれば私は絵画が大好きなの。絵を描くのも鑑賞するのも好きね。子供の頃はいつもスケッチブックを持ち歩いていたわ。そんな私だけど実は今日本に住んでいるの。数年前に仕事の都合で日本に引っ越すことになったのよ。日本語の勉強をしていたわけでもないし、最初はかなり不安もあったわ。けれど日本に着いてからの生活は自分が想像した以上に快適だったわ。確かに言葉が通じないことも多くて不便さも感じるけど、街中の交通案内の看板だったりには英語の表記がされているし、英語がわからない日本の人たちもわざわざスマホを取り出してまで私の話を聞いてくれる。とても住みやすい国だと感じているわ。私の仕事は広告業界なんだけど、日本に来てからはデザインを担当させてもらえることになったの。もともとデザインをしたくてこの業界に入ったから担当することができてとても嬉しかったわ。母国イギリスにはない日本のデザインやアートの影響も受けながら働けてとても充実しているの。最初は言葉の壁や文化の違いに戸惑うこともあったけれど、日本の同僚たちはとても親切でいろいろと助けてくれた。彼らと一緒に仕事ができることはとても光栄に感じるわ。最初の自己紹介でも言ったし、今している仕事からも伝わると思うんだけど、私は本当に絵画が大好きなの。小さい頃から絵を描くのが日課だったくらいよ。スケッチブックを持ち歩いて公園や動物園で見たものを描くのよ。絵を描いているとなんだか心が落ち着くのよね。成長して大人になってからは世界中のアートに興味を持つようになったわ。一口に絵画といってもたくさんのジャンルがあるのよ。技法で言えば油絵や水彩画、アクリル画、流派で言えば印象派や抽象派、写実主義、ロマン主義、他にも細かく分ければキリがないくらいよ。そうしたたくさんの絵画を見てそれぞれの良さを見出していたの。日本の浮世絵も素晴らしいわよね。初めて浮世絵を見たのは大英博物館でのことだったの。葛飾北斎や歌川国芳の作品が展示されていて、その美しさと細部までのこだわりに驚いたのよ。特に北斎の神奈川沖浪浦は圧巻で、何時間も見入ってしまったほど。少し浮世絵について説明しておくね。浮世絵は江戸時代に発展した日本の木版画で、当時の人物や風景なんかを描いたものが多いわ。だけど対象は限定されていなくて、とてもたくさんのものが描かれているわ。
実は浮世絵の技術と芸術性は当時の日本だけでなく、後のヨーロッパのアーティストたちにも大きな影響を与えていたの。特に印象派の画家たちは浮世絵の独特な構図や色使いに感銘を受けたみたいで、彼らが制作した多くの作品にその影響が見られるわ。こうした観点で絵画を見るのも面白いわよね。ここまでで伝わったと思うけど、私は浮世絵がとても気に入っているわ。イギリスでも浮世絵に興味を持っている人はたくさんいるのよ。私がまだロンドンに住んでいた頃、趣味の合う友人たちと美術館に行くと、浮世絵の展示はいつも人気でたくさんの人が集まっていたわ。浮世絵の美しさや独特のデザインは今でも多くの人を魅了するのよね。特に大英博物館では葛飾北斎の作品が非常に人気があるの。なんと800点以上もの北斎コレクションを擁していて、北斎研究の一大拠点になっているのよ。彼の代表作の一つである神奈川沖浪裏はいつも人だかりができていて、みんなその迫力と美しさに感動していたわ。私も初めて見た時はそのダイナミックな波の描写に圧倒されて、しばらくその場を離れられなかったほどだから気持ちはよくわかるわ。北斎の他にも多くの浮世絵師の作品が展示されていて、その多様性と独創性に驚かされるの。浮世絵は単なる絵画ではなく、その時代の文化や風俗を映し出す貴重な資料でもあるのよね。世界で最も有名な日本人アーティスト、いえ、アーティストに限らず最も有名な日本人はやっぱり葛飾北斎なんじゃないかしら。日本の人からしたら、もしかしたら意外に感じたりするのかしら。でも私の意見はあながち間違っていないと思うのよね。実際アメリカのライフ誌が1999年に発表したこの1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人には、日本人としてただ一人葛飾北斎がランクインしているのよ。この1000年の中で世界中の人物を比較した上で100人の中に選ばれるくらいに彼の評価は高いのよ。彼の作品はイギリスのアートシーンでも非常に高く評価されていて、展覧会が開かれるたびに多くの人が訪れるの。これは浮世絵が持つ普遍的な魅力が時代や国境を越えて多くの人々に感動を与えている証拠だと思うの。浮世絵を見ることで日本の文化や歴史に興味を持つ人も増えているのよね。浮世絵がどれだけ世界で人気か分かってもらえたかしら。まさに日本が世界に誇る芸術、それが浮世絵なのよ。私が仕事の都合で日本に行くことが決まった時、不安でいっぱいだったけど、実は少し浮世絵のことを思い浮かべていたのよね。せっかく日本へ行くのなら、日本でたくさん浮世絵を見て楽しめればいいな、なんて考えていたのね。この時の私の妄想はすぐに現実のものとなったわ。冒頭でも述べた通り、私は日本に来てすぐにこっちの生活を気に入ったわ。仕事も順調に進んで、プライベートにも余裕が出てきた。そうなるとやっぱり趣味の時間を作るようになるのよね。私は仕事の合間を見つけては日本の美術館を巡るようになったの。イギリスにいた頃はよく美術館に遊びに行っていたけれど、日本の美術館巡りは私にとっては新鮮でとても面白いの。日本の美術館はどこも素晴らしくて、こちらでしか見られないだろう様々な絵画を見ることができたわ。もちろん浮世絵もたくさん見ることができたの。ある日私は東京にある大きな美術館で特別展が開かれていることを知って、早速訪れてみることにしたわ。展示されていたのは浮世絵師である丸山応挙の作品だったの。丸山応挙は18世紀の江戸時代に活躍した日本の画家よ。彼の本名は松村時次郎というらしいのだけど、
丸山応挙という画豪の方が有名ね。彼の作品は細部まで丁寧に描かれていて、動物や植物、風景がとてもリアルに表現されているの。代表作には虎図や雪松図屏風が挙げられるわね。雪松図屏風は雪が降り積もった松の木を描いた屏風絵で、繊細な表現がとても美しい作品だから、ぜひ一度見てみることをおすすめするわ。彼は多くの弟子を迎えたみたいで、彼の流派は丸山派と呼ばれているわ。丸山派は応挙の技法を受け継ぎ、さらに発展させていったみたいで、今日まで続いているそうよ。そんな彼の作品が集められた特別展は、とても見応えのあるものだったわ。素晴らしい絵画とたくさん出会えたのだけれど、特に印象に残っている絵画たちとの出会いがあったの。その絵画というのがこれよ。この子犬の絵を見た時の感動は今でも忘れられないわ。小さな体にふわふわの毛、丸い目でこちらを見つめる姿が本当に可愛くて、思わず可愛いって声を上げてしまったの。その絵を前にしばらくの間立ち尽くしてしまったのよ。私はそれまで日本の絵画、浮世絵についてあまり動物を描いた作品の印象を持っていなかったの。だからこそこの丸山応挙が描いた子犬の絵を見て衝撃を受けたのね。心が癒されるような温かみをこの絵からは感じたわ。この体験をきっかけに、私は動物を描いた浮世絵に興味を持つようになったの。実は私、この子犬を描いた絵と出会うまでは、浮世絵といえば北斎の神奈川沖浪裏のような雄大な自然を描いた美しい風景画というイメージを持っていたの。浮世絵にはいろんなものが描かれていることは知っていたんだけど、それまで見てきた浮世絵がそうだったから、そのイメージで固定化されていたのね。だけどこうして日本に来て、さまざまな浮世絵に触れ合うことで、そうではないことに気づいたわ。そしてもっともっといろいろな浮世絵を見てみたいと思うようになっていった。特に子犬の絵を見てからは、動物を描いた浮世絵にはどんなものがあるのか、もっと知りたくてたまらなかったのよ。今ではインターネットを使えば世界中の浮世絵コレクションにアクセスできるし、さまざまな情報が手に入るので本当に便利だわ。もちろん実際に見る絵画はやっぱり格別だけど、気軽にたくさんの絵を見れるのはすごいことよね。特にネットだと、絵を見るのと合わせて浮世絵の歴史や技法、絵師たちの背景なんかを調べるのも楽しいし、新しい発見があるたびにワクワクしていたの。特に気になっていた動物を描いた浮世絵を調べていくうちに、こうしたタイプの浮世絵にはユーモアや遊び心が込められていることが多いと気がついたの。多くの浮世絵には動物たちが人間のように振る舞う姿が描かれていて、それがなんだかとても面白いのよ。例えば猫が楽器を演奏していたり、犬が武士の格好をしていたりと、見ているだけで笑顔になれる作品がたくさんあるの。こうした浮世絵は当時の人々の生活や風俗を反映していて、江戸時代の日本がどんな風に楽しまれていたのかを垣間見ることができるのも魅力的よね。動物を擬人化した浮世絵は一種のパロディーとも言えるわね。人々に広く知られた出来事だったり伝承、あるいは世間を騒がせた話題などを元にして制作されているパターンがそうね。人々が共通して持っている既存のイメージに動物を使って表現することで生まれるおかしみが擬人化の特徴と言えるんじゃないかしら。絵師たちは動物たちを人間のように描くことで、日常の出来事や社会の風刺を面白おかしく表現していたのね。例えば実存していた歌舞伎役者を猫の姿で絵に描いたりして、ただの人物絵とは一味違ったユーモアを生み出していたりね。
こうした浮世絵を見ることで江戸時代の文化や風習、そして絵師たちのユーモアセンスを感じることができるのが楽しいわ。擬人化された動物たちの姿からは、当時の日本人がどんな風に日常を楽しみ、何を面白いと思っていたのかが伝わってくるのよね。ここで、そんな私が特に面白いと思った絵を紹介するわね。まずはこれ。これ、カエルの絵なんだけど、なんだかとっても味のある画風じゃない？なんというか、妙に脱力感があって人間臭さを感じるわよね。例えるなら、ゆるキャラが近いかしら。この絵を見つけた時は思わず笑顔になってしまったほどよ。心が和む感覚がしたわ。このカエルが描かれているのは、伊藤若冲の最中譜という作品よ。最中譜は伊藤若冲が晩年に描いた作品みたい。約11メートルに及ぶ巻物に絵が描かれていて、前半には野菜や果物、キノコといった植物が、後半からは昆虫や爬虫類などの小さな生き物たちが次々と現れるの。全体的に落ち着いた色味で描かれていて、絵全体からはどこかほっとする雰囲気が感じられるわ。後半の小さな生き物たちは繊細なんだけど、どこかユーモラスに描かれていて、とても魅力的な作品よ。特にこのカエルの絵がユーモラスに描かれていて目を引くんだけどね。伊藤若冲の描く作品の特徴は、その超絶な技巧から生まれる色彩豊かな綿密な描写と、どこかシュルレアリスムを感じさせるような幻想的な雰囲気にあるみたい。そんな彼の作風から言うと、この最中譜は少し異彩を放っている作品ね。だけど私はとっても気に入ったわ。次の作品はこれ。これ何が描かれているかわかるかしら。タヌキが擬人化されていて雨が降っているようね。みんな何かをかぶって雨を避けているみたい。これ実は自分たちの睾丸なの。少し下品だったかしら。もし嫌な人がいたらごめんなさいね。かくいう私も最初はそれを知って下品に感じて呆れたわ。だけどそれを知ってからこの絵を見ても、なんというかバカバカしすぎて嫌な気持ちにはならなかったの。実はこの絵を描いたのは歌川国吉よ。とても著名な浮世絵師だから知っている人も多いんじゃないかしら。あの北斎に並び立つ巨匠といえるわね。有名な作品で言えば、ガシャドクロを描いたものがそうね。そんな彼はこの絵のようなタヌキのあれを誇張した絵を数多く残しているの。例えばこんな絵や、こんな絵があるわね。どれもとんでもなくタヌキのあれが誇張されていて、しかもそれを生活に役立つ道具として扱っているわよね。江戸時代、浮世絵が盛んだった時代には、こうしたスタイルの浮世絵も多く描かれていたみたい。この頃は浮世絵が大衆向けにも多く作られていて、ひょうきんなタヌキもよく題材として使われていたみたいよ。こんな風にタヌキが滑稽に描かれるようになったのも江戸時代頃からのようね。調べてみると、確かに日本ではタヌキのあれが誇張されている作品は多くあるの。それは絵に限った話じゃなくて、置物のタヌキなんかでもそうなんだって。でも本当のタヌキに関して言えば、あれはそんなに大きくないみたい。じゃあなんでこんなに誇張されて描かれることが多いのかしら。最初はバカバカしいと思っていたのに、気がついたら夢中でその理由を調べていたわ。何でも江戸時代、金細工の職人が金箔を作るときに金をタヌキの皮で包んで叩いて広げたんだって。このタヌキの皮がとても大きく広がるみたいで、そこからタヌキのあれは大きいっていうことになっていったみたい。一応ちゃんとした由来があったのね。なんだか妙にすっきりしちゃったわ。実際にこうした浮世絵が多く残っていることからも、江戸時代の日本人たちは
このタヌキを擬人化した作品を見て楽しんでいたみたいね。こうして由来を知ってから絵を見るのも楽しいわ。子犬の絵を見てから動物を描いた浮世絵をたくさん見てきたけれど、とても面白かったわ。調べた浮世絵を見ていて一番驚かされたのは、動物の描かれ方の多様性だったの。江戸時代の絵師たちは動物をただリアルに描くばっかりじゃなくて、その動物たちに個性や表情を持たせていたりしたの。例えば猫が楽器を弾いていたり、犬が武士のような格好をしていたりと、まるで人間のように振る舞う動物たちが描かれているのよ。こうした浮世絵は単なる動物画ではなく、絵師たちの創造性とユーモアが詰まった作品だと思うの。動物たちの姿には当時の人々が日常生活の中で感じた喜びや驚きを感じ取ることができるわ。特に擬人化された動物たちの表情や仕草からは、絵師たちの遊び心が伝わってきて、本当に楽しい気持ちになるの。日本に来てからより深く浮世絵の世界に触れたことで、私は日本の芸術の奥深さとその中に込められたユーモアに感動したの。江戸時代の絵師たちは動物たちを通じて人間社会の一面を描き出し、その中に遊び心や風刺を巧みに織り込んでいたのね。動物たちの絵を見ていると、彼らの作品が単なる美術品ではなく、当時の人々の生活や感情を映し出す鏡であることがよくわかるわ。これからももっと多くの浮世絵を見て、その魅力を感じ続けたいと思っているわ。そして私が感じた感動や楽しさをもっと多くの人に伝えていきたいの。浮世絵の世界にはまだまだ知らない素晴らしい作品がたくさんあるはずだから、これからの探求が本当に楽しみなのよ。海外の反応。伊藤若冲が描いたカエルの絵は間違いなく世界最高のカエルの絵だと気づいてしまった。動物を間抜けに描く日本の芸術は大好き。理由はわからないけど、いくつもそういう例を見てきたし、壁に飾りたい。日本のパーフェクトなカエルアートがこんなにあるなんて知らなかった。まとめ。浮世絵には動物を描いたものがたくさんあることを皆様はご存知だったでしょうか。中には動物の姿をとても緻密に表現した作品もありますが、ユーモアあふれる作品も多かったようです。特にタヌキを擬人化した浮世絵には衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか。ですが、お店などに置いてあるタヌキの置物の姿をじっくり思い浮かべると納得できるかもしれません。皆様はどの浮世絵がお気に入りだったでしょうか。もし浮世絵に興味が出てきたのであれば、まずはネットで他の作品についても調べてみることをおすすめします。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。